どうも山ですえー、っとですね今日はね、えー、人間に保障されてるのは死だけと死ぬことだけということについてお話したいと思いますえー、今日ねあの今日のことを言うと今これ昼前ぐらいに撮ってるんですけどもちょっとねお客さんがね、えー、ありがたいことにたくさん来ていただいてですねほんでちょっとね こう起きる時間もちょっと遅れたとかいろいろ遅れてそこまで遅れてまあまあでもいつもよりも遅い7時半やったんですねえー、ほんでこういろいろとこうやらなあかんことをやってやらなあかんというか自分でやろうとしていることをこうやっていったらですねでお客様どんどん入っの予約いただいててギリギリという状況ですごいありがたいんですけどもしっかりとね、えー ここなしていこうと、自分のやると決めたことはやっていこうということでこう今こう動画を撮っているということであります。で今日言った、えー、人間に保証されてるのは死だけと死ぬことだけということなんですけども、うん、そういうふうに僕は思いますということですね。その何かがこう保証されてることっていうのはないんじゃないかということですね。何かが保障されていることは、 死ぬことっていうことだけはまあ決まってるかなということですね、まあ死ぬ。生まれてきたら死ぬっていうことはまあ保,証保証されてると。でそれ以外は保証されていないというのは逆に言えば可能性があるということですねど,うどんな可能性もあるということなんですよね。 だからあのー、自分でね制限をかけても無理やと思うのではなくてですね、えー、死ぬことは決まってるけど他のことは決まってないんだから自分で勝手に決める必要はないそこでこう諦めたりなんかね、えー、する必要はないんじゃないかなというふうに考えてます。もちろんねその 努力したらそれだけの結果が出るとかそういうことも保証されていませんけどもですねその自分で枠を決めてしまう、えー、固定観念であったりね、えー、そのなんか自分のフィルターをかけてしまってこう見てしまうっていうのはすごく、えー、危険なことでもあり、えー、もったいないことでもあるなあというふうに思います。で人にに対してでででもねですねす自分が受けた感じでこう勝手に決めて 決めつけててしまうんでではなくてですね、えー、いろんな可能性があるんでですね、自分をなるべくねニュ,ートラルニュートラルな位置にこう置いておくというか、えー、感情にしてもその人のその人に対してのイメージでも何でもそのニュートラルな状態にして自分が受けた感覚を大切にするというか、えー、そういうふうにしていってそこからこう。 すると。だから他人の意見であったり何かのこう評価であったりっていうのはもう全くそのね、えー、気にする必要はないかなというふうに思います気にするというかそれに流される必要はないなと思いますね例えばこう映画の作品があって、えー、評判がいいからこれは面白いという感想を言う必要はないですよね自分がどう思ったかっていうのを正直に言えばいいしわざわざ言わなくてもいいし、えー、言うのを我慢する必要もないしと。 で言ってもいいし言わんでもいいしとそういろいろあると思うんですけれども、えー、そういうことかなというふうに思いますだから基本的に何かをするとか何かを考えるとか何かを感じるとかそういうのっていうのは、えー、自分軸ですよね自分軸でこうやっていくということですね自分軸でやっていきながら自分の固定観念こうまあ 小学校とか中学校とかでこう植えつけられた固定観念をなるべくこう外していくということですね。で外していきながらこう、えー、作り変えていくことですね。そういうことをするとですね、えー、まあまあ,あのいろいろ変わってくるということですね。であの死ぬことは決まってるんでそれに関してねこうどう,こう考えてもしょうがない。で えー、死ぬことが決まっていないから適当に来たらいいやとかそういうことを言ってるんではなくてですねその死ぬことは決まってるそれはそれとして置いといてですね、えー、あとはね自分の可能性を信じてこうやっていくというかそのやりたいことがあるんであれば絶対やった方がいいと思いますねでやってその結果どうであろうと別にその えー、命を落とすまでの挑戦をしなければですね、えー、だから致命傷を負うところまでいかなければですね、えー、何でもいいんかなというふうに考えますねそのあまり細かくややこしいことは考える必要はないかなというふうに思いますだから、あのー、もうや,りたいやりたいようにってやりたいと思ったんであればもうや,れやった方がいいですよねほんで周りはもう関係ないですよね 他人軸で生きてもね、えー、何もこう面白いことはないです。自分軸で生きるということですね。それがこう大切になってくるかなというふうに思います。ということで今日は、えー、人間は、えー、人間に保障されているのは死のみですということです。ということで今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。